はい、皆さんこんにちは。ということでね、今日はチュパカブラ使っていきたいと思います。ということで、これチュパカブラの、進化の方だね。はい、進化の方のチュパカブラ使っていきたいと思います。マインスイーパーアンチ魔法陣でセスターン短縮で貫通ですね。ということで、これはノクターン豪絶のね、ノクターン適性ということで、はい、使っていくことができます。で、他のね、ノクターンの運枠と違うところは、やっぱ友情コンボでね、雑魚処理ができるというところになってます。なんか弾みたいなやつとかね、あとはトリケラトプスとかを、この超強気弾で倒すことができるんで、かなり強いと。で、SS はね、触れた敵を、HP 吸収状態にするという SS になってまして、60万のダメージを数ターン与えるという、SS になってます。なんで、魔導士のセットとか、あとはギャラクシーサーベントとか、倒すのに、かなり使えるという感じの SS になってます。で、ノクターンはね、ただ伝染切りとかがあるんで、できればね、頑張ればチュパカブラ4とかでも多分いけなくはないとは思うんだけども、できればね、ガチャゲンとかのモンスター入れて、身でね、攻撃力持ったりとかすると、楽に、ある程度ね、楽にいけるんじゃないかなと思います。はい、ということでこんな感じの編成になってます。今回はね、チュパカブラ3に、ゴエモン。で、ゴエモンは、身を持ってます。歴史を、3火撃持ってます。はい、なので3500攻撃力が上がってる状態と。いう感じですね。ノクターンって普通に難しいから、これぐらいしとくとちょっと楽になるかなって感じかな。はい。ということで行ってみましょう。じゃあこの辺は普通に一旦ね、いくら友情でやれるとはいえ、って話なんで、はい、ある程度は、はい、ダメージをしっかり出していきましょうと。いうとこですね。はい、ちょっとね、剣欲しいな、剣欲しいな、はい、どういうかな。なんかこれちょっと変な打ち方した方がいいか。五右衛門でやれそうな気がするけど、はい、五右衛門こんな感じでちょっとね、騎士とかにダメージ与えられるんで、この辺、例えばジャスミンとかでも強いしね。はい。なんか、強いキャラを入れとくと楽になるとは思うんだけども、でもチュパカブラも強いですね。忌憚で、この通り、トリケラトプスも処理できる。はい。これは強いと思うけどね、やっぱりノクターンでは。はい。ここちょっとめんどくさいな。いいかな。ここが一番好きじゃないんだよな、俺。こうなっちゃうんだよ。こうなっちゃうから好きなんだよ、俺。ここ大変なんだよな。ちょっと角度つけていくか。一番苦手。あ、危ない、抜けた。ここで時間かかると結局めっちゃ大変になっちゃうんで。硬いよね、ノクターンってね。なんで、なるべく楽に行きたいけど。これどうしようかな。ちょっとこんな感じでグループできるかな。残っちゃった。なるべく早くやつを倒したいね。なるべく早くやつを倒したいんですけど、倒せるか。おり倒した。おり。はい、ただこれで防御ダウンが解けちゃうから、もう一回倒せないときに下をね。ただあれは友情コンボで倒せるんで、そこまでなんか頑張らなくてもいけるんじゃないか。はい、こんな感じで。友情で倒してしまう。残り5ターンか、ね、短く感じるな、やっぱ。こんだけ楽でも結構難しいな、やっぱり。どうしようかな。横貫してもいいし、縦でやってもいい、縦でやるか。毎回横にするか。結構持ってた方。はい、頑張った方だと思いますね。3P。入るかな。1回でも弱点殴れれば結構いい。少々。はい。いいですね。あと、2ターン。
怖え。さあ、ゴエモンがちょっとしっかり入っておきたいね。あれ、ナイスナイスナイス。まあ十分かな。こんなに与えてたら十分じゃないかな。はい、あとは、弱点殴って、これでも怖いな。これ切るかな。ちょっと殴るか。何回か殴んないとダメそうだな、これ。怖っ。あ、撃ってる、撃ってる、危ね。はい。やっぱ身である程度持っとかないと、なんつうのかな。削りが、ボス削りが結構大変なんでね。まあ、ほんとなるべく身で漏れたら持った方がいいと思います。はい。で、これは、ちょっと位置が悪いな。位置が悪いけど、しょうがない。まあ、一旦ね。一旦処理しつつ、一応忌憚でダメージが入ってるんだけど、そんなにめっちゃ削ってるわけでもないんで、ああ入った入った。ここもちょっとむずいよね。今の処理時間かかったらあんまり猶予ないし、はい、でここも忌憚で倒せるんで、そんなに焦らなくてもいいかなっていう。あ、倒して、当てて、感じですね。ただしっかり殴っていかないといけない。しっかり弱点殴っていかないと、削れないんでね。ちょっとどうしようかな、これ。まあ、まあ、かな。2P どこだ ?2P そこか。まあ、結構削りに行きたい感じはあるんだな。位置悪いけど、しっかりちょっとここ削っとこう。オッケー、だいぶ削れた。で、次のターンは結構殴れそうだな。なるべく薄くいきたい。オッケーオッケーオッケー。いいよ、だいぶいいよ。さあ、残り4ターン。どこまで行ってもやっぱ短く感じるな。さあ、ここはちょっと、なんていうのかな。弾みたいなやつ倒したいね。スピン足りなそうだからちょっと暴れまーす。OK。あ、ちょっと残ってる、やばい。残ったけど、まあ削ったからいいか。一旦倒しに行くか。あ、上に座れてんのか、なるほどね。上のビットンに座れてたのか、忌憚が。なるほどね。やらしいな。やらしいとこにあるんだ。これはちょっと処理しないと。あー、微妙に残ったけど、まあ倒せるでしょう。この HP なら。で、倒した。よし。上の方にいるとちょっときつくなっちゃうね。ビットじゃなくてシールドか。シールドに狙われたの、狙われたの、座れたの。で、ここも、なんていうかな、忌憚とかで処理できちゃうんで、なんか割とざっくりめでも大丈夫な感じというか。はい。これ減ってればどんどん楽になるんで。3体か。うん、ちょっと、上がる。忌憚で、処理。ですね。さあ、ボス入った。こっからだ。こっからですね。わあまあまあまあ、あ、でもここも忌憚で処理できるんで、あ、一応良くないな。一応良くないけど、まあ、これぐらいの角度になるか。忌憚、あー、やめて。それ残るか。それ残っちゃうか、逆にね。トリケラトプスも忌憚で処理できるから、まあ、ちょっと楽なんだけど、まあ、この価値だけはちょっとどうしようもないんで。処理しないといけない。よしよし、倒した。ナイスナイス。はいはいはい。ここもそんなに余裕はないんで、しっかり削っていきたいですね、と。
ここで一旦防御ダウンさせたんで殴っていこう。ホエモンな、難しいなそこ。ちょっと弱点殴りたい。ちょっとでもこれ難しそう。ああそうか、気弾で処理できるから、まあ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 いいでしょう。次 HP か、あんま入れそうかな、結構なこれ結構下ね、狭いからね。あ、バウンドしたかやっぱ、まあ、貫通でも殴ってくれればそれでいい。ミッピーは殴りに行きたいな。おちょ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 、結構削った、頑張った。さあここからつめつめ、よしよし。さあゴエモンでガッツリ削んないとやばいよこれ。そろそろなんか下触れてそうだなこれ。よしー、まあ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 、次 HP か、きついな。ちょっとちゃんと殴るか、ちょっと縦感になっちゃうけどちゃんと殴れますか。あ、でこんだけ削ればもうダウンいけるわ。危ねえ。じゃあ横感というか、まあ横でズバッと、おい、やっちゃい。さあ、じゃあ、ボス2かな、はい。今のところ順調だね、割と。さあ、ここも気弾とか使えるんで、いいんだっけ、あんまり減速したくないな。あ、もうちょっと、あ、でも倒してる。気弾で倒してた。よし。で、ここも、めっちゃ気弾使えるんで、もう友情コンボでバリバリ殴っていく感じでいきましょう。どっちの、まあ、これはやっしょ、よいしょ、これで全処理と。であとは真ん中をジャリジャリやって削っていくっていう感じですね。ただいきたい、シビアなんだよな、音出て十分十分。はい、オッケー、弾も処理できた。次の2P もいい感じな気がする。オッケーオッケー、よしよしよし、オッケー、いいね。さあ SS も温存してるから、まあスリーもそんなに苦労しないで済みそうな気がする。よいしょ。よし、ラスゲ来た。ラスゲにやってまいりました。さあ、あ、でも、ゴエモンスタートか。まあ、ゴエモンスタートだとちょっと微妙なんだよな。うん、どうしようかな。ちょっとまあ、のみちするかな。ってくればいいかな。それからあのか、あ、オッケーオッケー、あ、こっち処理する、なるほどね、ちょっと良かったね今の、今が良かったですね。じゃあこっちはこっちでやっちゃいますか。なんか中途半端にやるとちょっと怖いな、これはね。じゃあ気弾当てたくないんだよな、どうしようかな。ちょっとこれで一回毒を打ち込みます。やっちゃうのかな、なんか。あ、大丈夫か。そこで毒入ります。で、まあ、放置すれば勝手に死んでいくんだけど、はい。ずれたりするかもな。これだから、この間に攻撃できないんだよね。この間に攻撃しちゃうとずれちゃうんで、まあ、確実に潰すっていう意味を込めて、ちょっと、一旦こうやって放置してみようか。ここでもう一旦待てば、まあ、待たなくてもいいんだけどね。まあ、この間にどっちか倒しちゃえば、まあ、それでいいんだけど。
まあ、一応見てみるか、そのパターン。ここで放置します。放置すると、はい。ドーン !60 万入って、どっちも処理できる。確実に、倒せるんで、うん。こういう方法、なんかその何ターンかかけて、結局なんか倒せませんでしたよりは、まあ、こっちの方が、安心感はある気がする。というわけで、ちょっと SS、まあ、打たなくてもいいし、打ってもいいし、なんかどうしてもいいな。こうなったら。打ちまーす。とりあえずもう、最終局面なんで、一気に終わらせようか。これだから、ずっとチパカブラで削るっていうのはちょっときついんでね。やっぱりガチャゲン1体ぐらいいた方がいいよと俺は思う。普通に周回するんだったらね。あとはもうやりたい放題。これもう勝てる。もうこうなったら勝てる。はい、まあ多分ね、6ターンで雑魚処理が多分一番めんどくさいと思うんで、まあ、そこがクリアできれば、あとはもう本当にそんなに大変ではないと思います。はい。ということで、こんな感じで、チパカブラで、チパカブラ3体でも、6ターンいきますよということですね。はい、ということで使ってみましたけども、いかがだったでしょうかね。やっぱり超強機弾がね、すごい強いなって、思うよね。まあ、トリケラトプスやれたりとか、なんか丸いやつやれたりとかするんで、なんか弾が飛んでいかないとかってなっても、ある程度その辺の友情でね、カバーできたりするのがいいのかなと思います。はい、ちょっと気が楽になるかなっていう。はい。はい、まあ、とはいえね、まあ、やっぱ攻撃力がすごい高いっていうわけではないんで、うん。なんで、まあ、やっぱ身とか持ってあげると、この、結構削りがきついっていうね、まあ、6ターンに関しては、楽になるのかなと思います。俺はでも実際周回するとき使うんだったら、多分チュパカブラを使うんじゃないかなと思う。まあ、実際、入手方法その他の枠だとこんだけしかいなくて、まあ、これね、例えばミュスカだと、まあ、マインエムなんで、地雷持った時の攻撃力はこっちの方が高い。で、スピードもまあこっちの方が高かったり、耐性があったりするけど、入手もできないんで。で、まあこれを運強にしてる人ってまあそんなに多くはないと思うんでね。はい。これを運枠で使うっていうのは結構、大変かなと思います。こちらはね、真珠の聖域で手に入る、アスト。で、マインエムなんでこっちもそんなに、攻撃力は悪くないっていう感じですね。地雷持った時の。で、魔本陣ブーストがあるんで、まあ、鶏になった時も、攻撃力は高くなる。友情も強くなるって感じなんだけど、やっぱ鶏になっちゃうと、SS は打てなくなっちゃうんで、まあ、そこはちょっと、気になるかなっていうところですね。うん。はい、で、まあ、セレナーデは、まあ、でもセレナーデが運極っていうか、運悪くなる人は、なんかあんまりもう、チパカブラとかどうとか考えなくてもいいような気がするんだけど、はい。まあ、これは、まあ、三日月、ね、胸近と相性がいいんで、まあ、そうやって使う人は、三日月使う人は、まあ、セレナーデの方がいいのかなとは思うけどね。ということで、チパカブラね、6ターンでかなり優秀な運幕となりますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。